ミッキー来るよ。おはようビロビー。おはようございます。お前どんだけ寝てんねん。はい、起きろ。はい、おはようございます。朝です。もう朝食来ましたよ。外見てみ、外めっちゃ綺麗だよ。おお、すごいね。後で行きたいね、うん、ね、行こう行こう。よし、ご飯食べよう。今日の朝食でございます。わあ、すごい和食。うわー、ねえねえの俺。すごい、お子様のようだね。これお子様の和。すごい、朝からこれ。いただきます。いただきます。わ、すごい、ね、ピロピとねえねえ起きてこないや、うん、いっぱい食べて、チンピチンも頑張るぞ。はい、2時間マリン遊び放題です。ひまわりベストアルバム発売中。シールもついてるよ。聞いてね。アクティビティやるとこに向かいます。はーい、おい、うちのねえねさんも来る予定だったんですけど、はい、来られなくて。まあねえねえ、体力ないから置いてきました。いや、今向かってるとこはね、なんっけ、もう2時間アクティビティ遊び放題が。そうですね、バナナボートとか、なんかそういうジェットスキー的なもので引っ張る系。2時間引っ張りっぱなし。2時間まるまる遊ばなきゃいけないわけじゃないからさ、疲れたらさ、じゃあもういいやっていうのもありながらね。まあ体力と相談しながら。ああ、白い砂浜や。綺麗。綺麗だね。こっちもこっちも。おー、ほら、やってるやってる。やってるね。どうですか皆さん。いや、早く入りたいわ。早く入りたいですね。はい、到着しまして、ウェットスーツに着替えてます。はい、ちょっとパパウェットスーツ着れるかな。そうだね、いけそうじゃない。いけそうだね。まあ一応痩せたんだよねこれ。頑張れ。あ、いけそう、いけそう。お兄ちゃん手伝って。お、いけますね。あ、やったー。でも、しまんない。おぉ、すごい圧が。すごい。したら、一回水に入って、ちょっと全身使って、もう一回。まあ、最悪着手しても。最悪この状況で。この状況で。最後の状況で。なんとかなんとか。はい。はい。到着完了。すごい。わ、すごい。お、いいね、結構。すごいね。ぴったり。おうちゃんも。おうちゃん、そうでもないね。いいね。なんかどっかに出動すんの？アワビを取りに。アワビ取りに。アモさんか。まずバナナボートみんなで。イエーイ。やりましょう。イエーイ。めちゃくちゃゆっくり行きますね。ゆっくりでお願いします。行けよ、バナナボートだよ。行けよ。1回目ありがとう。余裕余裕。はい、笑顔で撮りましょうか。はーい、イエーイ。オッケー。はい、あそこが死んでるもん。死んでるもん。死んでるもん。
頼みます。俺は遠くから。ダメだビルビー。前の唇震えてる。寒い。前ビビってんじゃねえだろうな。ビビってんじゃなくて。寒いって。マジで。そうだよ、そうだよ、これやればいいじゃん。
ヒロピやばかったよ、すごい何回も水飲んだって言ってちょっと今走ってくれた大丈夫本当にこっちこっちちょっと方向転換できないじゃんちょっと後ろに意識あるんでちょっと頑張ってこっちに傾いてください方向転換できなかったら絶対立てない気がするうん、大丈夫かねもう完全に溺れてるおじさんやんできない無理無理断念断念すごいな。遭難してる。遭難してる。遭難。方向転換もうまくできなくて。もう遺伝の問題。手の上に行ってっていうのね。頑張ろうと思って。うん。変えたらもう波ぶっしゃぶしゃ。大丈夫かね。そうでしょ。でもね、こうなることはもう最初の時から分かってたと思わない？絶対無理だと思った。ヒロピすごい。あのアヒルちゃんにチャレンジします。まあ見せ場作んないとね。見せ場して。そうだよね。うわ、こんな感じなの？わ、十分遠いとこまで行ったね。マジでやばいじゃん。まあまあ落ちたかな。やばい、激しすぎるよこれ。あ、戻った。戻りましたね。大丈夫かな。落ちましたやっほー、おかえり、おかえりぜ。いやめっちゃ楽しそうだね。仲良く一人一回落ちて。そうだよね。いや取り高バッチリいやめっちゃ面白いもん。野田でも浮いてんのもう足をあのね、もうどうしようもない時ってああなる。手はちゃんと掴めてるんだけど、もうここがどうしようもない。そう、足もブラン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 こうなってんの。いや、最高だね今日一、うん、さっき見た海の駅に行きたいと思います。ここなんか展望台みたいなね。風が強くなければ雪が来ます。なお団子三兄弟。チーズ。ラーメンのニュースだけどめっちゃ。ラーメンありそうだよね。あるよ、後ろに食堂。ラーメンあった。これが欲しいそうです。これ食べて、はいはい、買っていったんだよ。これ豚骨ラーメンだってさ。本当だ。あ、ルーブさん豚骨ラーメン。お、すごい。かわいいね、やっぱり。キンピカ、新鮮ニコニコや。ちょっと今、ファミマに寄ったんですけど、
沖縄限定のおにぎりゲットしました。おー、はい、そんな？じゃーん、ね、のり弁当風おむすび、はい、ピロピ何買ったの？バタチキカレー。それはあるんじゃないの、わかんないけど。バタチキカレーと、あとチキン、うん、ファミチキ、普通のファミチキ、あの今のインド人店員さんが言う、うん、の言い方ね。あ、そう、そう、ハバネロ、ハバネロ、ハバネロにしたんだ。ハバネロ辛いよ、いただきます。フランス人、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 美味しいよ、フランス人。食べるんじゃん。ここ、バンジュー、ほっぺたね、辛っ、ね、辛い、カレー、ハバネロって書いてある。どん辛いっていうの、相当辛いね。私、いただきます。でかっ、ボリューム見せ、うん、すごい、大きい。いただきます。どう入ったしよう。なんでこのまま二口目いくの？じゃあ一口目だけじゃ感想出なかった。うん、普通に美味しい。なんやねん。止めましょう、止めましょう。沖縄まで来てチキンラーメンを食べるとは、ね、チキンラーメンじゃないよ、チキン味のラーメンだ。これです。ある意味沖縄メニューですね。美味しいですか？うん、よかった。パソコンがちょっとこのホテルのライブビーチに行ってみたいと思います。行きましょう。はい、ここね、あのホテルのバルコニーですね、はい、ここにライブビーチにつながる階段があります。いいじゃん。風が強くて多分すごい風切り音が入ってますよ。ほら軽石。ここまで来てんだね。あ、全部軽石だよ。茶色に見えるところは全部軽石です。本当だったら真っ白だったんだ。あ、綺麗。綺麗ですね、ほら。めっちゃ綺麗。ね、すごい。すごい。わあ、これテンション上がる。わあ。どんどん攻めてくるんだ。見て、すごいサンゴじゃん。綺麗綺麗。これをお土産に持って帰ろうか。おーちゃんも行きたいってことなんで行きます。こちらのプライベートビーチいかがですか？もう砂触ってみ。砂、これね、サンゴがね、細かくなったやつだよ、ほら、だから真っ白い綺麗な砂なのよ。うん、なんか、貝殻ある。あ、あったあった、本当だ、ありました、貝殻、立派なの見つけました。ね、あ、もう、あ、なにそれ、これ、すごい巻貝じゃん。巻貝見つけたよ。またまた見つけ、こんくらいでいいかな。はい、前見つけました。こちらね、温水プールなんだけど28度だからちょっと厳しいかも。イエーイ。あ、すごい写真。いい写真撮れた。ちょっと景色あまり映んないけど。え、おーちゃん、これ入んの？大丈夫？お、チャレンジャー。おーちゃん一人で入らせても。確かに。ママもチャレンジするよ。あ、でも昨日の夜なんかちょっと入ってる時よりは。すでましたね。昨日は雨だもん。これがやる家に欲しいな。あ、それだ。まーちゃんも来たね。ないや。おお。あーあーあーあああ、ちょっとちょっとやめて。危な。いや、持ってくるからで、そういう遊びじゃねえわ。優しく。俺ばっかやん。風強いからね、ゆっくり。戻る。見てきます。お、いい感じ、めちゃくちゃいい感じですよ。回る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 、あ、ずるい3人。
めちゃあったかいの入ってんじゃん。お風呂終わったらね、そろそろ晩ご飯だよ。はい、2日目の晩ご飯です。焼肉ですね。これも牛だね、カルビっぽい。お肉がとにかく結構たくさんありますね。まあ一応6人分なんでね、海鮮もあります、ね、よし、やっちゃいましょうか。やっちゃいましょう。なんかねえねえはちょっとね、調子が悪いらしい。悪いらしい。で、ヒロピも疲れております。おお、すごい。ヒロピも大きい。見てよ。でかっ。よいしょ。ちっちゃいの、ちっちゃいの。そばのひっくり返してみて。あ、いけてんね。うわー、うまそう。あ、いけてんね。あまりやってきてないのに、うん、そうだね。あ、大きいの引っ張ってください。なんかさ、もう来ないんだよ、俺あっち行って見てないよ、一つでさ。確かにね。じゃあ、沖縄2日目です。はーい、乾杯。今日は海でいっぱい遊びました。今日はね、アクティビティでね。うん、あ、それに大丈夫か、ひっついたわ。わー、じゃあパパ、せっかくだから、ちょっと塩コショウで行こうかな。あら、めっちゃゴリゴリやってんじゃん。もう美味しい。うん、ナイスですね。あははは、まーちゃんがやってくれんの。やったね。はい、中古賞でいただきます。うわ、これはいい焼きかけんだ、これ。うん、お肉はやっぱり塩コショウ。うまい。あ、でもね、シンプルな味付けいいよね。ちゃんと肉の味するのも、うん、今日の焼肉奉行はマーちゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そんなちっちゃい肉じゃあ、暑いからさ、両方味わってみようか。うわ、これうまい。何でも美味しいですかね。美味しい、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 美味しい。ミキティ言うならもうちょっと思い切って言って。ミキティ来るよ。来るよ、ミキティ。ミキティー、ミキティ。うーん、柔らかくない？めっちゃ柔らかいんだよ、これ。おいしい。じゃあ、肉を全部食べます。はーい。ヒロピとネネ残さず。いやいやいや、後から来るから。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバーイ。